はいどうも、パンケーキこと岸井レタと申します。今回の動画は、スプラトゥーンの、悪いところを言っていくという動画なんですけど、もしそういうのが苦手な方は、見ないようにしていただけたらなと思います。まず最初なんですけど、このゲーム、面白すぎる。ね、本当に、ちょっと、このゲーム、舐めてんのかなってぐらい、ちょっと面白すぎるんで、ちょっとそこがね、ちょっとね、ダメかなと思います。では、ちょっとガチマッチをやりながら、行っていきましょう。ええ、ちょっと待って、猫が寝ながら、今まで出したことないような、なんか、怒ってんやけど寝ながら怒ってんやけど。はい、それではアリフライスタジオのガチエリアやっていきましょう。まあデスするたびにスプラトゥーンの悪いとこ行っていくという企画なので、まあデスさえしなければ僕は何も悪口を言わなくて済むということですね。ほ、まあスプラトゥーンにそんな悪いところがあるのかっていう話ですわな。まあそんな不満とかねないっすよね。みんなないよね。あー全然ないな。ナイス。なに、ハイブプレッサーが溜まっていくので、全然やれないんだけどハイブプレッサーが刺さらないの痛いな。まあ未だデスしていないので、まあデスしなかったりしなかったり企画倒れ感はあるからな。まあでも知らないことが一番なんでね。うわー強すぎ。届くのか。黒の射程でたまにわかんないな。で、あんま見ない武器の射程ってちょっと警戒しないよな。よし、さあ相手のカウントが進んでいるぞ。よし、あ、てかさっき黒にやられたのに何も悪口言ってなかった。そうだなまずそうだな、スプラトゥーンの悪いところ、まず、毎週武器が更新される。まあ、これですね。これですね。毎週、その武器を更新して、楽しみを絶やさないことで、そのユーザーをね、このスプラトゥーンというゲームから離れさせないように、依存性があるという。これね、ちょっとね、よろしくないですよね、やっぱ。ユーザーをね、移動させるね、うん、それはよろしくないと思います。はい、まあ、その面白さずるいですよね、マジで。塗って塗っていい、ナイス。OK、危ねー。ナイスリード。これはもうこのまま勝てるかな。ナイスー。
おげいえ。ナイスでござれ。まあ、とりあえず、今回は1ですしかしてないから。1悪いところしかやってないけど。次の試合、行ってみましょうか。ほい、マンタマリア号だぜ。デスをしないように頑張るぜ。お、バケツ2枚だ。相手もバケツ2枚だ。なんだこれ。バケツ流行ってんのかこれ。バケツ時代来た。もしかして、お、オッケー、ハイプレやっぱ強え、強すぎる。お、この裏いそうだけどな。おい、曲者とかしてたら当たんないかな。これ結構味方強いぞ。ここも普通に勝てそうなんだけど。あ、でも寝落ちしちゃった。おっと、危ねえ、やばいぞこれ。これがなあるんだよな。あー、当たっちゃった。バケツはこれがあるからな。さあ、2つ目のスプラトゥーンの悪いところ。そうだな。あー、このね、イカちゃんの見た目が可愛いんだよな。これダメですよね。これがね、イカちゃんの見た目が可愛いことによって、ゲームに依存させてますね。これよろしくないですね。まずいぞ。あー、やれんかった。おりゃ、引かせて、あと一発あいつ。ナイス。これ塗っときたいな。あ、やれんか今の。嘘だ。今のあれか、スーパー着地のバリアのタイミングだったか。まあいいや。さあ3つ目、そうだな、ギアがね、ギアとか豊富だから、イカちゃんをね、可愛くしたりね、おしゃれにしやすい、自分だけのね、イカちゃんが作りやすいっていうところですね。まあ、これによってゲームに依存させてますね、このゲーム。そこはちょっとダメなところかなと。ナイス。おらー、これ曲者でやれてしねえかな。なにー、相打ち、くそ。最後のやつ言おうか。なんだろうな。あー、まあ、勝った時の気持ちよさと負けた時の悔しさ、まあ、これによってゲームに依存させてますね、このゲームは。何が言いたいかっていうと、このゲーム楽しすぎるんだよな。はい、ということでいかがだったでしょうか。デスするごとにスプラトゥーンの悪口言ってみたという動画でした。まあ、分かってると思うんですけど、最近ちょっと、コメントでマジレスする人が多いので説明しておくと、これは、そのね、悪口を言うという企画でありながら、結局、褒めてるやないかーいっていうネタなので、はい。
よろしくお願いします。このねネタをねネタを説明しなきゃいけないのめっちゃ恥ずかしいから、ちょっとみんなあのもっと動画をエンターテイメントとして楽しんでほしいんじゃ、楽しんでほしいんじゃということで、本日の動画であったお疲れ様です。またね、バイバイ。